どうもクリスのバスケニッキです、今日はアシクサガでフォワード向けのパッシュ、インベイドノバについて解説していこうと思います。今日はインベイドノバについて解説していこうと思います。まあ名前インベイドノバ、メーカーは、まあ、皆さんご存知アシックスのモデルですね。分かりやすい特徴としては、かかとの部分がしっかりのクッションがしっかりしてて、4番フォワード3番4番が行きやすいシューズっていうような感じになってます。履き心地に関しては、今回これはバンドがついてるので、あの真ん中部分のフィットがちょっと強めに作っているようなモデルになってますね。横幅に関してはアシックスのモデルなので基本的にちょっと広めにできてます。グリップに関してはやっぱもう天下のアシックスなので間違いないです。グリップといえばアシックスって感じなので、あのそこに関しては間違いないと思います。で、今回クッション性の部分なんですけど、これは結構アシックス今回こだわってるモデルになってまして、何なんだろう、フォワードに行けるってことで、やっぱ今までアシックスの唯一の欠点っていうか、まあそういうものだった、クッションの部分をちょっと厚めに作ってます。詳しく解説すると、このかかとの部分なんですけど、ゲルっていうアシックスのゲルっていうクッション素材があって、それと合わせてフライトフォームっていうアシックスのもうどのシューズにも使われているような、クッション素材がさらにあって、かかとにその2つがついているような感じになってます。それでさらに追加で、足の裏全体にフライトフォームプロペルっていう、普通のフライトフォームよりも、より反発性に長けたようなモデルの、モデルというかものの、クッション素材が採用されています。なので普通のアシックスに比べてクッションがいいです。ただ、クッションがいいんですけど、ナイキのクッションとはまたちょっとタイプが全然違って、ブニブニはしてないです。ナイキのクッションは大体ブニブニしてると思うんですけど、カイリーぐらいからそんなブニブニ感じないのは。ただ、まあ、アシックスはそのブニブニがやっぱ苦手な人もいるので、そんな沈んでほしくないと。で、沈まずに反発してくれるタイプのクッションになってますね。で、モデルとしてはミドルカットになってます。地面との接地感はやっぱちょっとクッションが厚くなった分ちょっと薄くなってますけど、やっぱアシックスの基本的な地面との接地感はしっかりしてます。適正ポジション、大型な2番3番とかが一番合ってるかもしれないですね。一番その辺が合ってると思います。だイメージで言うと馬場雄大みたいな印象の人が合うのかなっていうような感じですね。これタイプがクッションのタイプとか、あの見た目がちょっとノバサージと似てるんで、ノバサージとの簡単な違いをちょっと先に解説していこうと思います。ノバサージはよりちょっとやっぱクッションは薄くなってます。ノバサージめっちゃ積んでるんで、ヒールカウンターっていうかかとの部分のサポーターがノバサージは結構大きくできてるんですけど、それが比べてもらうとそんなに大きくないっていうような感じになってます。これによって軽量化を図ってるっていうような感じですね。だから軽くなってる。あとはノバサージはもっとハイカットだったんですけど、インベイドノバに関してはミドルカットになってます。欠点、まあ難しいっす。これで欠点出すの結構難しいな。2、3番のポジション向いてるシューズって大体5までカバーできてるから、欠点っていう欠点を出すのがなかなか難しいんだよな。あんま思いつかないです。履く上での注意、まあオーバーサイズで履かないことですかね。耐久性に関してはやっぱアシックスのモデルは比較的長めになってます。ただバンドが付いてるので、このバンドの持ち具合がちょっともしかしたらなっていうような感じです。外で使いやすい、まあこれちょっとアシックスの中だと比較的使いやすいようなモデルになってると思います。インソールの変更は僕はありだと思ってます。自分の足に合うインソールがあるならそれに付け替えても全然いいと思います。値段に関してはこんな感じで、買えそうなお店、まあ別に MS 東京にもあるし、まあどこのギャラリーさんでもゼブでもあるんじゃないのかなと思います。これは展開サイズはこんな感じになってます。まあそんな感じのシューズなので、もし気になる人いたら、ぜひお店で試してみてください。はい、なんかこれ以外にもなんかこの会話の解説してほしいとか、あったらコメント欄の方にお願いします。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。はい、そういうことで、あざした。